もう早めにね、えー、30分ぐらい早めに来てくれたらあのー、コーヒーと無料パンがプロ無料のパンが出ますから、皆さん、えー、さぜひ早めに来てください。<laughs> はい。そしてですね、えー、<maybe S> 2時間ぐらい。そしてでそしてですね、2時間ぐ えと日曜日の午後は一応土日に特別集会って今予定しているんですが、まあ、チームが時差ボケでどれくらい疲れているかまた土曜日、丸1日やりますのでどれだけセッションを進めるかとということのおによって、えー、土日,土曜日曜日の午後のセッションを短くするとかもしかしたらもうやる必要がないという形になるかもしれませんけれども皆さん、ですから、ねえー、あのぜひ土曜日見逃さないで来てください。じゃあ今日はあるナーーサリと 小学校の皆さん、上に行きましょう。お待ちかねの。<laughs> okay. good morning, everyone. おはようございます。o はようございます。おはようごおはようございます。神様の家にいることは素晴らしいです。本当にこのチームが来てくれること、ワクワクして心待ちにしています。 そして、この今回の選挙チームの働きに関してですね、向こうの先生ともうずっと連絡を取り続けているんですが、really、彼らもですねチームも本当に来ることをワクワクして、心待ちにしてくれているみたいです。And, uh, そしてですね、えー、日本に来て、えーまあ、いろんなところを見るという代わりにですね、今回あの 2, 2週間前、3週間前かな、2、3週間前に台風が来て、ちょっと私のうちも被害があったので、その片付けを今回はチームがしてくれるという、それをお僕は喜んで待ってます。<laughs> <laughs> okay, let's get into the Word of God this morning。神様の御言葉に入りましょう。 Let's read our key verse today. Okay, say no, for just as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. 私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。S <S お祈りしましょう。ファーザー、お祈様、この時をありがとうございます。You 今日、あなたの言葉を感謝しています。Lord, えー、あなたの御言葉が理解できるように助けてください。そしてまたあなたの御言葉に対して、私たちの心が柔らかくなりますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アあめん。ギデオンの人生というメッセージのシリーズを、今日か再来週か、どちらかで終わりにしたいと思うんですが。 Uh, We've been looking at faith in the face of impossible odds. 不可能な状況をものともしない信仰というメッセージをしています。そして、uh, この人生のレッスンについても見ていますが。 そして信仰を持つことによって私たちがますます神様に従って生きていくことをができると。そして神様は私たちに敵対しているのではなく神様は私たちの味方であるという確信を持つことができます。We そして先週ですね、私たちはとても大切なレッスンを学びました。 それは毎日ではないかもしれませんけれども、私たちが必ず人生において直面するレッスンでした。それは健全な問題 直面そして、どのように問題,の直面した問題を直面したらいいかということをお話ししました。Have have そして、人間関係を築く、良い人間関係を築くためには、私たちは、健全に問題の直面をしなければいけません。 そして人間ちょ問題を直面するときにえ人間的な反応というのはあその問題直面面している相手に対して戦いをお仕掛けるかそれとも問題をから逃げていくかというものでありますけれどもそうしてはいけないと話しました。 With love and humility, しかし問題直面するときに愛と信仰を持って直面しましょうということをお話しましたそして相手がいいように理解してあげる。

そして、えー、問題直面するときに、問題に対して戦っているので、戦っていくのであって。相手に、えー、相手に対して戦いをしているのではない。そして、問題直面するときにですね、へりくだりの心を持って。はっきりと、その、あ問題を見ていきましょう。 そして問題直面の中にあって誰が正しい誰が間違っているかということを明らかにしようとするのではなくこの問題を直面するときに神様あなたは何をしていらっしゃいますかと神様の心を求める。 そしてその中で、えー、許しというものが必要です。えー、許しを請う、相手を許すということも必要となるでしょう。So、week, week, to to ですから、この問題直面の仕方というメッセージ、先週しましたけれども、もし先週ここにいらっしゃらなかった方、そしてまた先週いたけれども、 もう一度聞きたい方はですね、教会のポッドキャストに載っていますので聞いてください。そして今日はあ私たち全員に対してとても重要であるもう一つのライフの人生のレッスンを見ていきましょう。Won, えー、このレッスンはですね、戦いが 終わった後にやってきたものです。After we receive the miracles and receive divine intervention。神様からの奇跡を受け取った後神様からの介入というものを受け取った後にやってきたものです。それは、聖書の中の詩式の。

But その時、イスラエル人はギデオンに言った。あなたも、あなたのご子息も、あなたの孫も、私たちを治めてください。あなたが私たちをギデオ、ミディアン人の手から救ったのですから。しかし、ギデオンは彼らに言った。 私はあなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められます。ついでギデは彼らに言ったあなた方に一つお願いしたい一人一人自分の分取り物の耳輪を私にください。 殺された者たちはイシ,イシュマエル人であったので、耳金の耳輪をつけていたからである。They they すると彼らは、差し上げますともと答えて、一枚の上着を広げ、一人一人その分取り物の耳輪をその中に投げ込んだ。 The weight of the gold earrings was 43 pounds, not including the royal ornaments and pendants that the purple, the purple clothing worn by the kings of Midian or the chains around the necks of their camels. Gideon got that King no Mimiwa no the 1700 shakir de atta. このほかに三日月型の飾りやタレ飾りやミディアン人の王たちの着ていた赤紫の衣また他に彼らのラクダの耳の周りにかけていた耳飾りなど、首飾りなどもあった。ギディアン ギデオンはそれで一つのエポデを作り、彼の町のオフラにそれを置いた。すると、イスラエルはみなそれをしたって、そこでインコを行った。それでギデオンとその、それはギデオンと、その一族にとって、落とし穴となった。そう、ついているといい、ヴェ 今読んだ聖書の箇所をもう少し深く彫、えー、り込んでみて、えー、これをどのように私たちの人生に生かせるかを見ていきましょう。イスラエルの民は神様がギデオンという人を用いて、えー、自分たちを救ってくださったということに気づきました、認めました。 そして、大きな戦いに、イスラエル人たちは、勝つことができました。So、said, ruler, you rulers, ですから彼らは、このようにギデオンに言ったんですねあなたもあなたのご子息もあなたの孫も私たちを治めてくださいあなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですからは、は、私たちは、私 そしてこのような状況の中にあって、イスラエル人たちは神を見失ってしまったと思うんですね。で、彼信仰によって自分たちを治める方,を方に従っていこうとは思わず、目で見える人の指導者を欲しいと彼らは願ったんですね。But <to> でもそれに対してギデオンという人,という人はヘリクだってイスラエル人をまた神様の方に目を向けるように助けたんですね。ギデオンはこのように言ったんですね。しかしギデオンは彼らに言った。私はあなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められます。So ですすからギデオはこのようににイスラエル人に言っています私たちは素晴らしい素晴らし,く素晴らしいい勝勝利利ををを得るこことががでできましたたたたももちろんん私があなた方を導いたんですけれどもこの勝利をくれどののくは神様なんですよ faith, ed, 私たちは神様を信仰を置いて神様に従ったのでそこに神様が入って 介入して素晴らしい勝利を私たちにくれたんですよとギデオンは言ったんですねですからここで一つ私たちはレッスンを学ぶことができます私たちも人生において戦いに挑んでその戦いが終わり勝利を得た得た時でさえもその後もですね神様に目を見続けるそして今の読みを ですから今日皆さんにお伝えしたいのは戦いの後、祝福がやってきた後でさえも信仰にとどまっていきましょう。We need to enjoy the victories.We need to enjoy what God does for us.But we must always stay alert because the enemy is not giving up. でも私たちはいつも目を覚ましていなければいけません。というのは私たちが戦いに勝った後でさえも敵はや休んいないからです enemy, Satan, そ。そして私たちが気をつけていないと、敵は悪魔はあ私たちいにいただいた勝利祝福さえもそれを用いて私たちに攻撃しようとしますそして戦いに戦いにいいいいいに そして、えー、ギデオンが人々を助けて彼らがイス,イスラエルの民たちが神様に目を向けるようにとするんですけれどもそれをした後大きな間違いをギデオンは犯してしまいます。 というのはギデオンはイスラエル人に一つのお願いをするんですねそのお願いをしてそれが行われてそれのせいで、えー、彼の心が人の人人の々の心が神様からそれてしまったんですねつ、えー、いで、えー、ギデオンは彼らに言った あなた方に一つお願いしたい。一人一人自分の分取り者の耳は私にくださいと。そういうお願いをしたんですね。そして、それに対して人が答えたことは間違ってはいませんでした。そして、gladly they replied, and they spread out a cloak, and each one threw in a gold earring he had gathered from the plunder. すると彼らは差し,差し上げますともと答えて一枚の上着を広げ一人一人その分取り者のの耳輪をその中に投げ込んだ。See, the ここに、えー、人々は自分のリーダーを祝福しようとして祝福したんですね。その心はあ間違っていませんでした。Actually, the Bible tells us to bless our leaders. ですね。聖書はあ自分の上に立つリーダーを祝福しなさいと励ましているからです。 そして、えー、ギデオンが人々から受けた、祝福を間違って使ってしまったのは、その人々の祝福を与えた人々のせいではありません。

for that false god uh, Gideon and his family built... built an altar to a false god Gideon was asking for the gold earrings even after he had received so much from the war already Gideon was asking for more riches from the people Gideon <clears throat> もっと多くの民を富をごめんなさい富を願ったんですね <laughs> そしてこの中で私たちは自分に関してもこう見ることができる私たちが受けた祝福とか富に

ギデオンは神様からだん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 目をそらしてしまったんですね。ですから私たちも自分の人生において気,気をつけていなければいけません。えー、例えば、素晴らしい祝福をいただいたとか職、職場で昇進したとか、そのような素晴らしい祝福がやってきた時でさえも、それを。 与えてくださったお,お方から目をそらすことがないように。So e、そして、えー、聖書は言っていますね。このもらったその耳輪を取って、えー、聖なるエポデというものをギデオンは作ったと。E、<laughs> その聖なるエポデって何か知ってます皆さん <Anybody? S 2> 誰かわかりますか？ これがエポデと呼ばれるものです。ここに写真が出ています。And and 神様の祭壇の前に出る前にですね、その祭司と呼ばれる人たちが金とかとても高価なものでできたこのエポデを着て、 神様の前に出るんですねそれがエポデと呼ばれています、so、this, そして、えー、このエポデというものをギデオンは作って神様を礼拝する心ではなくこの自分が作ったものをおが拝めてしまうという心になってしまいましたギデオとはこの人を そしてこの間違えというもの、ギデオが犯した家族が犯した間違えというものに周りの人たちもついていってしまったんですね。 というのは、ギデオンはですね、神様から祭司という役目を受けていませんでした。もちろん、あ偽の神々に使える祭司に自分でなったんですけれども、本当の神様に対する祭司という役目を、ギデオンは神様からもらっていなかったんですね。ただ神、ギデオンは、イスラエルの民のリーダーとなって、戦いに臨むという役目を受けていただけでした。 His blessings that he そして皆さん、ぜひこのことを覚えていてください。神様は私たちを祝福するために豊かな祝福をくださいますけれども、それを私たちは自分だけのためにとどめておく,おくのではなく、その祝福を流して、周りの方々を祝福,祝福するということ。 And so what we do with our blessings matters to God. Don't allow blessings in your life to turn your heart towards the blessings rather than turning your heart to serve and worship Him. 神様から祝福を受けたら、その祝福だけに心を向けて、目を向けるのではなく、祝福をいただいても、その祝福をくださった、神様に目を向けて、神様にもっともっと使えて、生きていきましょう。ですから、賜物をいただいた、贈り物祝をを拝んではいけません。 And I was just talking with Alan this morning, uh, reminding myself, you know, we had this building and we're そして、今朝アランさんと話をして、このビルに関していろいろ分かち合っていたんですけれども、その分かち合う中で、私もですね、このビルを神様から祝福としていただいた、でもこのローンの返済がとても困難で、大変になったという時に、何かこのビルをこの建物を自分は拝んでいるんじゃないかなということに気づいた。 And so many people cry out to God during a crisis, but as soon as the crisis is over, they put God back in their pocket and start. そし、て多くの人が何かた大変な問題とか危機感私たちは大変な問題を解ってくるとあ、神様ちは大変な問を解決して、私たちは大変な問題を解決して、私たちな問題が解決して、そた危機感がなくなったらその神様をたちは大な問をして、私たちは大変な問題を解決しまうたちは大変な問題を解決して、私たちは大変な問題を解決して、私たちは大変な問題を解決して、私たちは大変な問を解決して、私たちは大変な問題を解決して、私たちは大変な問題を解決たちは大変な問題を解決して、 と、いうのはああ、問題解決、問題の解決した後私たちがいただくと,それもとてもたっといものと、いうのは、祝福そのものではなくて、えー、と、ん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 、と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 、 To know God. 神様がどれだけ深く私たちを愛して、いつも私たちをにケアをしてくださるということを知ることが真の報いですね。 今年は神様の素晴らしい働き素晴らしい介入を何度も何度も見てきました神様は私たちを本当に愛していらっしゃって本当に細かいところまで本当にちっぽけに思えるような事柄さえも神様は気にかけてケアをしてくださることそれを知るときに本当に神様との関係が深まりませんか Said, the greatest test is not victory over something. Uh, greatest, the greatest ]あれ? test is not having faith through, the, through seeing a victory come. The greatest test is not seeing having faith to see victory come. 私たちが人生で直面する一番大きなテストというのは、私たちが直面する一番大きなテストというのはその困難を乗り越えるための偉大な信仰を持つということではなくのに、 一番大きなテストというのは、その信仰を持って、そして、勝利を得たとどうするかということがもっと大きなテストなんですね。Does it draw you closer to God? Does it give you strength n faith to walk in faith? です、ねえー、勝利を得たと、祝福を得たと、それがあっても信仰を持って、神様に従って生きていきますかそれがテストですね。It's not hard. You know, I've noticed this.、Um フェイスこの世の中を見るときに、よく気づくんですが、貧しい人が神様に信仰するのはそんなに大変じゃないみたいです、ね。フェイスは何もないから、この世の中に信じて生きていこうという心を持っているんですね。フェイスは、この世の中に信じていこうという心を持っているんですね。フェイスは、この世の中に信じていこうという心を持っているんですね。 ですから真の信仰というのはたくさん祝福がやってきてもそれでも神様に従っていきますかということですね。というのは私たちの人間の傾向はですね、えー、信仰を持って勝利を得た後とですねもうなんかリラックスして、えー、しまう。 気をつけて、目を覚まして信仰で生きていくということをやめてしまうことがあるんですね。その時を楽しもう。Like in, in watching, uh, 昨日、バスケの試合を見ていたんですが、1チーム worked really hard to get a basket and they got a basket and the whole team, man, we got it! We got they got a point!、Yeah. 1つのチームがですね一生懸命頑張って得点を得たんですがで得点を得たのでそのチームがリラックスしてしまって今度は防御の側に回らなかったんですねですから相手のチームがすぐに得点を得てしまった。 And so they are back in the battle again to fight for one more point. And so, what's the lesson there? ですからそこから私たちが学べるレッスンは何でしょう、yes. もちろんそうですね、神様からいただいたあ勝利を楽しみましょう。Of でも、勝利がやってきた後も、イエス様から目をそらさないようにしていきましょう。えー okay. 主に目を見続けていきましょう。 Never stop walking in faith and keep doing the little things that got you through the battle.Never stop walking in faith and doing the things that got you through and do the little things that got you the victory. そして勝利を得るためにやってきたあ小さい一歩一歩一歩で進んでいくことをやめないようにしましょう。それはですね、聖書を毎日読むとか、staying in faith every day。 毎日信仰によって歩んでいくとか、そしてまた成長していくために弟子づくりをしていく。癒しが必要だ。だから教会に行こうって教会に来て祈ってもらって癒しがやってくるともう教会に来なくなるっていう人もいるんですね。 でもそれ、悲しいことですからね、皆さん。というのは、神様は毎日皆さんと歩んでいきたいと願ってらっしゃるから。Amen. Amen. ここでメッセージを閉じますけれども、今、お祈りしたいと思います。 たまもを拝まないでください。賜物をくださる方をあがめて礼拝して、信仰にとどまり生きていきましょう。Amen, s <S お祈りします。ファーザー、この時はありがとうございます。ファーザー、ありがとうございます。 あなたに私して、をこれほどまでに深く愛して、そしてあなたに対して、あなたにていて、あなたに謝して、すそたして、あなたに対して、信仰を持ちして、あなたたに従して、いくときたにして、あなたは、私たたの人生に入して、入したは、あなたの人生して、あなたは、あなたたちの人生に入り介入してくださいます、私たちが勝利をお祝たしたたたたたた でもその後もあなたに目を向けて、あなたに信仰を持ち、従っていくことができますように。そして私たちがもっと大きな奇跡を信じることができるように助けてください。そしてもっと多くの人生が触れられますように。 そして、えー、あなたにあなたをもっと知って成長することができますように。もっと多くのより多くの奇跡が起こりますように。You, えー、その奇跡のおかげで人々の心が人生があなたに向いていきますように。<Jesus'> イエスキリストの名前によってお祈りします。<Amen. S 2> アーメン。<Amen. S 2> アーメン God bless you. Prayer this morning we're here to pray with you. Now let's go upstairs and have some fellowship. Oh, we do have a a worship uh short worship meeting, worship team meeting here.